259KNE006 編成が大宮総合車両センターを出場しました。JR 東日本は、今日14日、大宮総合車両センターを出場した E259KNE006 編成を改装しました。E259系は、2009年に営業運転を開始した車両で、空港アクセス列車である成田エクスプレスとして活躍しています。今日14日に大宮総合車両センターを出場したのは、クライヌ E006 編成です。この編成は、検査、指定保全のため、5月16日より大宮総合車両センターに入場していました。また、検査のほか、塗装変更も同時に行われました。塗装変更により、シルバー基調のカラーが、先頭車両の前面、側面に取り入れられました。E259系のリニューアルは、4編成目となります。そして、今日14日に出場して、所属先の鎌倉車両センターまで改装されました。JR 東日本によると、今年度末までに、全22編成の塗装を、新たなものに変更するということです。これで、6月14日の KAB ニュースを終わります。